三文オペラは、ベルトルト・ブレヒトの儀曲。クルト・バイルが作曲を手掛けた音楽劇であり、1928年8月31日に、シフ・バウアダム劇場の会場に合わせて初演された。何度も映画化されている。もともとは、ジョン・ゲイのベガーズ・オペラを、ブレヒトのパートナーだったエリザベート・ハウプトマンが、英語からドイツ語に翻訳した上、ブレヒトがこれを改作したものである。 タイトル通りセギフィリオペラとして、クラシック系の音楽家で上演されることも、ジャズバンド編成と地声の歌手で、ミュージカルとして上演されることもあり、CD も両方が発売されている。劇中歌、メッキー・メッサーのモリタートは、マック・ザ・ナイフというタイトルで大ヒットし、スタンダードナンバーとなった。第一幕物語は、ジョナサン・ピーチャムの店から始まる。 彼は、ロンドン中の小記たちを牛耳る元締めで、小記としての訓練を施す見返りとして、物乞いで得た金の上前を跳ねて稼いでいる。冒頭のシーンでは、新顔の小記フィルジがピーチャムの縄張りで物乞いをしていたところ絞り上げられ、彼の口利きで物乞いをさせてもらう代わりに、稼ぎの半分を彼に収める羽目になる。ふと、ピーチャムは、娘のポーリーが前の晩、 家に帰らなかったことに気づく。ピーチャムは娘がメッキーと付き合っていることに気づき、そして娘を自分の所有物のように考える。彼は二人の間を裂き、メッキーを葬ろうを考える。場面は変わり、メッキーが自分のアジトでポーリーとの結婚の準備をしている。ここには彼と彼の手下が盗んだ食べ物、家具、装飾品が揃っている。誓いの言葉は交わさないが、 それでもポーリーは満足だ。皆が縁の席に着く。そこに警視総監のタイガー・ブラウンが現れ、弟子たちはビビるが、これも縁の一部。ブラウンはかつてイングランドの植民地戦争でメッキーに支え、数年にわたりメッキーが逮捕を逃れる手助けをしていた。家に帰ったポーリーは反抗的な態度でメッキーとの結婚を宣言する。彼女は両親の咎めに、 感情的になり、迂闊にもメッキーとブラウンの関係を漏らしてしまう。第二幕ポーリーは、メッキーに父親が彼を逮捕させようと企んでいると警告する。彼はピーチャムの影響力を知り、ロンドンを離れる計画を立て、不在中ポーリーが仕事を仕切れるように彼のビジネスの一部始終を教える。街を離れる前に彼は、行きつけの売春宿により、そこで、 かつての恋人ジェニーと再会する。彼らは一緒にかつての日々に思いを馳せるが、ジェニーはメッキーのことを垂れ込むようにピーチャムに買収されていた。そしてメッキーは逮捕されることになる。ポーリーはメッキーのかつての恋人ルーシー・ブラウンと鉢合わせとなり二人は激しい、なじり合いとなる。そしてその後、ルーシーはメッキーの脱獄を手助けする。 これを知ったピーチャムはブラウンに迫り、メッキーを逮捕しなければ、女王の戴冠式のパレードの最中に、ロンドン中の小敷を集めて、デモ行進をすると脅迫する。第三幕ジェニーがピーチャムの元を訪ね、メッキーを垂れ込んだ報酬を要求するが、ピーチャム夫人は払おうとしない。ジェニーは、メッキーが、スーキーダウドリーの家にいることを漏らす。ブラウンが、スーキーの家に着く頃には、 デモ更新の準備がすっかり整い、恐れをなしたブラウンには、メッキーを逮捕、処刑するしか選択肢はなかった。監獄に戻ったメッキーは、公主代の準備が進む中、出国するための賄賂の金をかき集めようとする。ポーリーにも手形にも、それだけの金を工面することは難しく、またそのつもりもないことを知り、メッキーは死を覚悟する。彼は、自分の運命を嘆き、 マルクス主義者のごとく自問する。泥棒と株を買うのことは何が違うのか銀行を襲うのと銀行を作ることの違いは何なのか人殺しと人を雇うことの違いはメッキーは皆に許しを請う。と、ここで突然ピーチャムがこのオペラではマッサイヨシよりも慈悲が重んじられるのだと宣言。ブラウンがメッセンジャーとして馬にまたがって現れ、 メッキーが女王より恩赦を与えられ、称号と白を与えられたと告げる。そして最後は全員で懇願するのである。人生はこんなにも厳しい、悪事には寛容であれ。メッキーメッサー本作の主人公、貧民街の顔役であるギャング、色男で何人もの愛人を持っている。ある日偶然であった少女ポリーに一目惚れし、彼女が小敷王を ピーチャムの娘とは知らずにその日のうちに結婚する。このことが本作で起こる事件の発端になる。ポリー・メッキーが一目惚れし結婚した少女。実は、小敷王、ピーチャムの娘。ピーチャム・ポリーの父。フルゲームは、ジョナサン・ジェルマイヤ・ピーチャム。ロンドンの小敷たちの総元締めで、小敷を商売にする、小敷商会というビジネスを営んでおり、小敷王の異名で呼ばれている。 左足が義足になっているため、歩くときは車椅子に乗るか、杖をついている。老後の保険として育ててきた一人娘のポリーを、メッキーに寝取られたことを知り、妻と共にメッキーとポリーを引き離そうと画策。そのためブラウン系思想官を脅し、メッキーを投獄させる。シーリア・ビーチャムの妻で、ポリーの母、夫と共に、娘とメッキーを引き離そうとする。 タイガー・ブラウン・ロンドンの警視総監、メッキーと通じており、これまでに何度も彼の悪事を握りつぶしてきた。だが、ピーチャーム夫妻から脅迫を受け、メッキーを投獄することになってしまう。ジェニー・メッキーの愛人の一人で勝負。警視総監にメッキーの情報を密告し、彼が逮捕される原因を作る。ルーシー・メッキーの愛人の一人で、ブラウンの娘。 メッキーがいる牢獄へやってきた際に偶然ポリーと鉢合わせし彼女と大喧嘩に発展する。それによって図らずもメッキー脱獄のきっかけを作った。ありがとうございます。